左フック。はい、こんにちは。今回は日本人ボクサーを1ラウンドで KO したとてつもなく強いボクサーを紹介します。日本ライト級王者の高山選手は1974年12月コスタリカで WBA 世界ライト級王者石の拳ロベルト・デュランに挑戦しました。後にレナードやハーンズ、ハグラーと名勝負を演じレジェンドとなったデュランは試合開始のゴングと同時に高山選手に襲いかかり、試合開始50秒強烈な右パンチで高山選手からダウンを奪いました。高山選手は起き上がりましたが、歴代ライト級最強の石の拳から繰り出されるパンチは強烈でダウンを追撃され、世界ライト級王者の壁はあまりにも高かったのでした。7ヶ月前にベン・ビラフロアを下して世界王者になった柴田邦明選手は2度目の防衛戦で再び前王者ベンと相まみえました。体格で上回るサウスポーベンのパンチはものすごく、空振りの音がブーンと聞こえると言われたそのパンチでアグレッシブに攻め、初回から激しい打ち合いが始まり、柴田選手の左フックに前王者ベンの左がカウンターとなって炸裂しました。第1ラウンド KO 負け、柴田タイトルを失いました。上原康根が紹介されました。世界ジュニアライト級4位ベン・ビラフロア。柴田選手から王座を奪ったベンは2度目の防衛戦でアマチュア時代117勝している上原康根選手を迎えました。王者ベンは初回から豪快にパンチを振り抜き、左ストレートをテンプルに叩き込みました。上原選手はなんとか起き上がりましたが、2ラウンドに強烈なパンチを食らってノックアウト負けを喫しました。葛西選手はアマチュアでは高校の時に国体で優勝するなど活躍をし、44勝4敗のアマチュア戦績を引っ提げて帝拳ジムからプロデビューいたしました。プロ入り後順調に勝ち進み、日本王者と OPBF 東洋太平洋王者になり、無敗のまま世界王座に挑戦いたしました。葛西選手の前に立ちはだかったのは2階級制覇王者のウィルフレッド・バスケスでした。バスケスはスピードはありませんが強打の持ち主で、38勝のうち30もの KO 勝利を積み上げておりました。33歳の王者バスケスは4ヶ月前に横田選手との防衛戦で苦戦したことから、無敗で勢いのある葛西選手が有利と見られていましたが、バスケスは初回に立て続けにダウンを奪います。初めての世界戦で緊張している葛西選手を経験豊富な王者バスケスは立て直す時間を与えず、猛攻を仕掛け6度目の防衛戦を1ラウンドで終わらせるのです。
2002年4月、ここまで19勝14KO、 無敗2引き分けの内藤大輔選手が敵地帯に乗り込み、王者ポンファクレックウォンジョンカムに挑戦しました。内藤選手はスタートから果敢に攻めましたが、後に17度のフライ級防衛記録を達成した王者ポンファクレックは落ち着いてさばき、左カウンターをヒットさせました。内藤選手の世界初挑戦はわずか34秒で終焉しました。ロマゴンはアマチュアプロと126戦無敗、そしてミニマム級ライトフライ級と世界王座に対冠し、2012年にライトフライ級王座を返上しフライ級に階級を上げました。フライ級に移ってからも連続 KO 勝利を続けておりますが、どの世界王者からも対戦を避けられていたのです。そんな怪物2階級王者にチャンスを与えたのはやりがち選手でした。39戦全勝 33KO のロマゴンを迎え、やりがち選手の陣営は当初足を使って距離を取る戦略でした。しかしロマゴンのプレッシャーがあまりにもきつかったので、足を使うことをやめ KO の山を築くロマゴンと打ち合うことを決意したのです。ラウンドが進むにつれ絶望の色が濃くなっていく展開ですが、八重樫選手は粘り強く強烈なパンチに耐え忍び勝負を諦めないのです。第9ラウンド激闘を八重樫選手はラウンド開始から決死のアタックを敢行いたします。キャリア126戦を通じて負けたことがないロマゴンは、どんなに強烈なパンチをヒットさせても立ち向かってくる八重樫選手の執念にこの時心が動揺していたようです。最強ボクサーロマゴンの繰り返されるアタックに激闘王はついに崩れます。それでも八重樫選手は立ち上がろうとしますが、レフリーはもう十分だと戦いに終止符を打ったのでした。ロマゴンに敗れた後、八重樫選手はライトフライ級に階級を下げて IBF 世界ライトフライ級王者となり、2017年9月暫定王者ミラン・メリンドと王座統一戦を行いました。メリンドはアマチュアで600戦以上のキャリアを誇り、非常にスピードがありスタイリッシュなボクシングを信条とし、初回カウンターからの連打を打ち込み、八重樫選手は早くもダウンを喫しました。八重樫選手はローマン・ゴンザレス戦だけでなく数々の激闘を演じたためダメージが蓄積しており、メリンドの連打で初回3度のダウンをし、試合は165秒で終焉しました。